サーミの旗は北欧のラップランドやロシアのコラ半島に居住する先住民であるサーミ人の旗である。最初の非公式なサーミの旗サーミ人の伝統衣装である学手最初の非公式なサーミの旗はノルウェーポルサンゲイン出身の海岸サーミ人であるシノーベペルセンが1977年にデザインした。この旗は 水力発電所建設をめぐるアルタロン総でのデモで国境を越えた団結を示すために使用された。サーミの新たな時代を開き、強い象徴的意義を獲得した出来事である。最初の旗は三分旗であるが、これは北欧諸国の国旗に見られるスカンディナビア十字を意識したものであり、青、赤、木の3色はサーミ人の伝統衣装であるがクティに象徴される色使いである。 小屋に掲げられるサーミの旗最初の公式なサーミの旗は1986年8月15日にスウェーデンのオーレで開催された北欧サーミ会議にて70もの案の中から選ばれ制定された。すでに非公式ながらサーミの旗は制定されていたが最終的には新たなデザインによる旗が公式なものとして用いられることとなった。 デザインは、ノルウェース・キボットン出身の海岸、サーミ人である、アストリッドボールによる。基本デザインに変化はないが、ボールは緑色を追加した。緑は、南部のサーミ人がまとうがクティでよく使われる色である。以来、青、赤、黄、緑の4色は、サーミ人の色として知られるようになった。さらに彼女は、シャーマンの太鼓に多く見られる太陽や月の模様から、 着想を得たモチーフを取り入れた。大抵シャーマンの太鼓には赤色のみで模様が描かれていたが、旗には赤と青が使用された。青は月を表し、赤は太陽を表している。サーミの旗に使われている4色は、それぞれパントンの色見本では、赤 485c、緑五十六 c 黄 c、百十六 c 青八十六 c である。モチーフは、 太陽の息子たちという詩を念頭に置いて選ばれた。この詩は、サーミ神話をテーマにした養育をもとに、プロテスタントの聖職者だった、サーミ人のアンデルス・フェルネーが書き上げた。詩の中で、サーミは太陽の息子と娘であると表現している。伝説では、遥か北にあるという詩の家で暮らす、下の巨人と太陽の男の子孫が駆け落ちし結婚した。その子孫が、 サーミ人である。このことはサーミの国家でも歌われている。サーミ会議から17年後、最も多いサーミ人口を抱えるノルウェーで、サーミの旗は公式の地位を獲得した。ノルウェーの各自治体は、サーミ国民の日である2月6日にサーミの旗を掲げることが義務付けられている。なお、もともとサーミの旗の所有権はサーミ会議が握っていたが、 第18回サーミ会議以降は、サーミ評議会と共有している。ありがとうございます。